岡山県北の特産品をライブ配信で販売するイベントが明日行われます。全国の人に地元の味を直接売り込むチャンス。参加する生産者も販路拡大に期待を寄せています。ありますよ、清友さん、これこれまあもうちょっと早いぐらいですね。あと2日後家庭に回る頃にはもう真っ赤になります。なるほどなるほど。真庭市で地域の野菜を扱う商店を営む隅田昭弘さん。農家の清友健二さんと赤く色づいたトマトを探します。ライブ配信のイベントがあって、まあ、全国の方にこの清友さんのトマトを食べていただきたいんで。明日行われる岡山県北食ライブ。ライブ配信で特産品を販売するもので、参加者は生産者の思いを聞き、チャットで会話をしながら商品を購入することができます。地域活性化を目的に NTT 西日本が開催するもので、真庭市と津山市合わせて8つの店が参加します。自分なりには相当ね、思い込めて作ってるんでね、わしの商品じゃ思って食べてもらえりゃね、まあこれほど嬉しいことはないですな。津山市奈良にある老舗酒造メーカー田子本家酒造場。イベントで販売するのは牛肉に合う日本酒です。お餅の旨味を感じながらもお肉の脂身を流してすっきりと飲める日本酒になってます。会社はおととし日本酒の需要低迷などから自己破産を申請しましたが、その後取り下げ、経営再建をしながら日々酒造りを続けています。今回県北で初めての食のライブということで、すごい楽しみにしている部分が大きいんですけれども、ぜひいろんな方に見ていただきたいなと思っております。生産者と消費者をつなぐ新しい形、岡山県北食ライブは明日行われます。